すみません。ちょっと動画が切れてしまいました。<laughs> あのー、1階からですね、親からご飯ができたよーっていう電話がありまして、今日はですね、私のリクエストのアジフライと、えー、酢の物とかですかね、まあ、美味しくいただきました。で さっきの動画をですね見返してみたら双極性障害についての説明がちょっと間違ってるところがありましてあのうつ病っていうのは本当人によりけりなんですけど暗い気持ちになったり落ち込んだり沈んだりベッドから動けなくなっちゃったりとかですね してなかなかこう浮いてくることができないでもざっくり言うとそういう病気なんですけれども双極性障害っていうのはそういううつ病の一面を持ちつつ躁、えー、状態っていうですね層っていうのはそのテンションがもう上がりきってる状況のことを言うんですが。 それがあるその病気なほどに上がりきってるっていう症状のことを言いますで私なんかはですね入院生活に入るとずっとそうなんですねそれは何でかっていうとストレスフリーだからなんです ここにいれば傷つけられない自分の病気の原因になったような人がいないまあみんな病人ですのでまあまあ仲良く穏やかに過ごしてるっていう感じですかね覚えてるのは、えー 2回目の入院の時まあマックス3ヶ月っていうふうに言ったんですけれども1ヶ月半ぐらいの時に主治医の先生の診察がその時あって「あなたはずっとそう状態ですよ」って言われて「確かに!」って思ったんですよ。とかちょっと親と喧嘩すると。 まあ親っていうか近しい人ですね心を本当に許してる人と喧嘩するとバッとあの自分が上がってしまってすごい暴言を吐いてしまうっていうのがそう状態。 まあ簡単に言ったらですねまあいろんな人がいるんですけれどもそんな感じですで、えー、実はこの2本目の動画撮るの2回目ですあの3分割になってしまってですね保存して編集して あの全部一本にしようと思ったらはいあのファイルが壊れてますっていうふうになりまして何ともうまくいかなくてですねこんなこと喋ったなって思いながら今喋ってますなので抜けがあったら大変すみません でまあ、3回目の入院に行ったら原因もですねその親との確室とかがいろいろありまして退院してからもいろいろありまして今これ実家なんですけれどもうんやっぱ親としては退院したんだから治ってるんでしょっていう。 期待があるというか、まあ、こっちからしてみればいやまだ療養中だよって思うんですけれどもその辺がやっぱりね伝わりづらいというかうーん本当にね盲腸とかだったら切って取り出して終わりっていう感じだと思うんですけれどもなかなかそういうことにはならないので。 難しいいなっていつも思ってますあのもし周りにねあのそういう方がいたら怠けてるとかあの決してそういうわけじゃないんだっていうことをあの 悟っていただきたいなとたとえその人がお酒に逃げていたとしてももちろん飲み過ぎは良くないですよ肝硬変になっちゃったりするしただ飲まずにいられない理由があるんだなってどなんでどうしたのって。 こ,こがでもね一番難しいんですけど決して責めずに聞いてあげてほしいですね。それはお前が悪いやろとかいやもちろん自分で悪いところは分かってるつもりではあるのでそこをですね追い立てられるとなかなか 厳ししいものがあったりしますうん結構うちの親はそれをパンパーンと言っちゃう人なのでうんそこがねなんか一緒に生きていくには難しいなって思う時期も長かったんですけどせっかく家族に、ね、なれたのに。 なんかそういうことで離れてしまうのはすごくもったいないなっていうか寂しいなと思ったので私は再構築の道を選びましたそれがね吉と出るか京と出るかっていうのは誰にもわからないんですけれどもう家族全員でここは努力しようね という。まあ、結構長い話し合い、固い話し合いをしましたので。そこに信じていきたいなと。思います。入院生活も楽しいんですけどね。まあ。不安定なことも多いし。制限も多いので。まあ、みんなで前も。 毎日ね、ワイワイやってて楽しかったんですけどうーんだから入院するほど悪いんだねっていうのは、まあ、まあ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 そうなんですけど「お前大丈夫かい?」っていうのはもう本当、 でできれば言わなないいくださいあの頑、ー、頑張ってますみんな頑張っっててまますすみんもうこういう病気じゃなくてもみんな頑張ってると思います。なのでねちょっとこういうことも言いたくないんですけど積極くしゃく,く,しゃくって臭くなっちゃうから。ね当みんな元気で。 入れれる世界であればいいなーってなんでこんな病気あるんだろうってすごく思いますけどね。ではここで、えー、さっき取った3本目につながるかどうかちょっと一回ここで切ってみたいと思います。というわけで。 なんとまたビデオが途中で切れておりました、まあ、話としてはあれでで最後です他にもね「私はこんなことがあるよ」とかっていう方がいらっしゃればまあ私の勉強としても聞かせていただきたいなと思いますし。 世の中にはこういうことで苦しんでいる方がいるんだよっていうことが少しでも広まればなんか私がやってることもそんなに間違ってはいないのかなと思いますまあ、一番の問題はですね今日3分割にもなってしまったこの動画がうまいことつながるのか 昨日もあのビオレの日焼け止めなのにニベアっっって言っちゃったんですねそれを訂正する術が分からず「え何テロップとかってどうやって入れんの?」っていう感じでもありますのでまああの iPhone 使ってるんですけどこういうアプリが使いやすいよとかっていうのももしあれば教えてくださいもうちょうど新車ですまあ、そんなわけなんでねあのまだ3本目え？全公平に分かれる4本目5本目わかんないんですけどもう少しちゃんと頑張っていきますので 是非、うん、今後ともシェラをよろしくお願いいたします。ではおやすみなさい。